2017年4大陸フィギュアスケート選手権は2017年に韓国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟によるアフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4大陸の各国選手を対象とした選手権大会である。2016から2017年シーズン開催の4大陸フィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル。 ペア、アイスダンス種目が2017年2月14日から19日まで、高齢市の高齢アイスアリーナで開催された。韓国での開催は2015年大会以来2年ぶりである。今大会は、ピョンチャンオリンピックのプレイベントと位置づけられており、実際にオリンピックでも使用される同じリンクで競技が行われた。男子シングルでは、初出場のネイサン・チェンが、 FS で5度の4回転ジャンプを成功させ優勝。日本勢は同大会4年ぶりの出場となった羽生譲が3度目の銀メダルを獲得。宇野昌磨は3位となり、3度目の挑戦で初めて表彰台に上がった。3度目の出場となった田中圭治は13位で終えた。男子シングルは前回大会に続いてアジア系が表彰台を占めた。女子シングルでは、 初出場の三原舞が SP4 位から逆転優勝。これで日本の女子シングルは2008年大会から10年連続の表彰台となった。2位にはガブリエル・デールマンが入った。カナダの女子シングルが同大会で表彰台に上がるのは2009年大会のジョアニー・ロシェット以来8年ぶりとなる。3位には前回大会2位のナガス・ミライが入った。ペアでは 随分性、半総組が連覇を達成。アイスダンスでは、4年ぶり7度目の出場となったテッサ、バーチュ、スコット・モイア組が3度目の優勝を飾った。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ州を除く、各国のフィギュアスケート統括団体に対し、種目ごとに、最大3枠までの出場枠が与えられた。出場のために最低技術点が設定されており、 当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催、公認する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方で、クリアしていなければ出場ができない。男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子、シングルメダリストペアアイスダンス。ありがとうございます。